おう、ヨダイ。おう。あ、マジマさん、いらっしゃい。お邪魔すんで。いや、それにしても暑いな。まだ4月やっちゅうのになんやねんな、この暑さは。なんや、30度もあるらしいわ。ほんま、この国がぶっ壊れとんのとちゃうか。この国っちゅうよりもこの世界やろ。これがいわゆる環境破壊っちゅうやっちゃ。お、自分ちょっと頭良さそうやん。当たり前や。オゾンがどうこう言うてたわ。誰がや。うちの親父が。ハ島の藩が。なんや、世の中の流行は環境問題らしいで。これからうちらの業界も環境に気ぃ使わんといかんらしい。はあ、アホらしい。おれ。うわ、スイカや。せや、こないに暑い日にはちょうどええ思ってな。へえ、春先でもこないに立派なの売ってるもんなんやね。ま、ちょっと高かったけど。せやけど、しばらくの間こないなもん食えんようになるやろし、前祝いみたいなもんや。前祝い？おう、安子、せっかく兄弟が来てんねん。ちょっとビールでも買うてこいや。はいはい、行ってきます。あ、なんかつまみもいる？おう、頼むわ。わかった。なんや、安子ちゃん知らんのか。当たり前や。明日人殺しに行きますなんて言えるわけないやろ。他にも言い方あるやろ。俺ら二人明日から長いお勤めや。最後の別れくらいちゃんとしとった方がええで。いらん、そんなもん。縁起でもない。おい、それより例のあれ持ってきたんやろな。ああ。一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁、1丁につき6発撃てるとして36発は発射できる。36発か。相手は上野義治とその場にいる清和会の連中全員。何人くらいになりそうや。10人弱ってとこやろな。せやったら一人頭に3、4発使えるっちゅうことやな。十分な数や。なあ、兄弟。逃げ出すなら今のうちだ。2対10、奇襲とはいえ圧倒的に不利な戦いだ。それにたとえ成功したとしても短くて10年、下手すりゃ無期懲、いや死刑だってあり得る。俺は天涯孤独の身だ。島野の親父を親父と呼ぶようになってから覚悟はできてる。でもお前には安子ちゃんがいる。冴島、お前本当に安子ちゃんを残したままでいいのか。兄弟、関西弁忘れとるで。あ？お前、人が真剣に喋ってる時に。俺は覚悟できとるよ。
俺もお前と同じや。笹井の親父のためやったら何でもやる。それに。それに？試してみたいんや。冴島大河っちゅう男がこの登場会でどこまで登れるのかをな。冴島。何しとるんじゃ巨大。くそ。あ、俺や。笹井組の冴島や。今真島と待ち合わせの時間なんやけど、あいつ来えへんね。ああ、そうや。ちょっとそっちで。来よった。ああ、もうええ。昼で。なんや。10人以上おるやないか。この人だけは
守らなきゃならないんだ。これも親父が天下取るため。上野さん、堪忍や。助けて。降りろ。冴島大河だな。本日現時刻をもってお前を東京刑務所から沖縄第二刑務所へと移送する。食事は17時。それ以外の細かな規則に関しては渡した書類に書いてある。ここは普通の刑務所とは訳が違う。死刑が執行されるまで少しでも長く生きたいなら、せいぜい目立たないようにするんだな。あんた本当に冴島なのか。本当にあの冴島大河なのかって聞いてんだよ。そやったらなんやね。神様ってやつは本当にいるんだな。
どうやら俺らにも運が回ってきたみてえだ。俺らが誰か分かってるよな。上野清和だよ。あんたに25年前殺された上野清和会の若衆の子分だよ。あんたに親を取られてから20数年、この日が来るのをずっと待ってたぜ。親取られた返しっちゅうわけか。そんな簡単なもんじゃねえ。俺らの人生をめちゃくちゃにしてくれたあんたへの復讐だ。あんたに死刑は必要ねえ。きっちり俺らの手でぶっ殺してやるぜ。人生がめちゃくちゃになったが、親が死んだせいちゃうやろが。我も極道の端くれやったらな、人生のケツくらい自分で拭け。何をやってるか。気合はどうした？ああ？なんだその目は。まだ殴られたのか？じゃないだろう。ここまでだ。どうしてだ。別にいいだろうが。こんなクズ一人殺したところで。先月もそうやって二人殺しただろう。ちょっとやりすぎだ。命拾いしたな。高くつくぞ。外の奴に指示してあんたの口座に一本振り込ませておく。それでいいだろう。ちょうど車検でな、新しいのに買い替えようと思ってたんだ。助かるよ。あまり長居すんなよ。じゃ。
そうだ。例の仏だ。監視の目を盗んで、その手のプロだった囚人に媚びさせた。これでお前は棒を抜け出せるはずだ。まだ俺はやるとは言うてへん。ふん、やるさ。あんたはやる。やるに決まってるさ。清和会が生き残ってるやと。ああ、そうだ。上の清和は今も都内の島で活動している。組織を拡大してな。お前、俺がシャバのこと何も知らん思てでたらめ言うとるんだちゃうんかい。嘘じゃねえ。それに上野は今じゃ東条会の親戚だ。あの事件の後、東条会は上野と五分の逆圧交わしたんだよ。どういうことじゃ。あんたは上野義治を取り損ねた。だが実質上、あの事件の後の上野清和会は虫の息だった。しかし上野清和会は潰れなかった。なんで。それはな、あんたの親父さんのせいなんだよ。親父の？あの25年前の事件の直後、笹井のおじぎは事件の責任を取って急遽引退してしまった。もしあの時あんたの親父さんが引退してなければ、笹井組は直系の組として昇格してただろう。なんで親父は。さあな、笹井が消えちまった今となっては真相は分からん。だが笹井のおじきの引退により組は解散。そして昇格したのは他でもないあの柴田組だ。柴田組。そう、笹井組と直系昇格を争ってたあの柴田組だ。結局25年前のあの抗争事件は
笹井のおじきとあんたから全てを奪い去っちまっただけの出来事だったんだよ。あんたの気持ちはよくわかるぜ、冴島さんよ。さぞかし無念だろうよ。あんたは極道としての義理を貫き通した。失敗だったとはいえ、たった一人で敵対する組織の幹部衆を18人もぶっ殺した。あんたは東条界の伝説なんだぜ、冴島さんよ。でもな、25年前のあの事件、実は裏でもっと面白い話があったんだよ。あの日、あんたはもう一人の兄弟分と一緒に上野を襲うはずだった。でも奴は来なかった。そうだろ？実はあれはな、最初から計画されていたことだったんだよ。
か。何事だ。何をやってるか。あいつは冴島。これはどういうことだ冴島。ことしてどうなるか分かってんだろうな、おい。うわおい、俺も出してくれ。お前には懲罰棒も生ぬるい。今すぐここでぶっ殺してる。文句はねえよな。いいな、手加減はなしだ。奴を絶対この部屋から出すな。あんたが計画したもんや。それからあんたが先に行かんとあかん。あんたが生き残らんかったら俺にとってこの計画はパーや。何言ってんだお前。俺はもう何も失敗しとうない。絶対に後悔しとうない。それにあんたは嫌なやつかもしれん。せやけど俺を裏切らんかった。俺はそれだけで十分や。 お前やっぱりまだ25年前のこと。ええから早せ。刑務官が来てまうぞ。足止めしとく。あんたは先に海に飛び込んで逃げろや。冴島、はよせ。
なんかよ、後味悪いじゃねえか。あのまま行ったんじゃ。それによ、お前が二人目だったんだ。俺のこと信じてくれたのがよ。今度はお前の番だ。ここまで来れば大丈夫だ。あとは溺れ死ぬ前に陸地に上がれるかどうかが問題だ。お前には時間がない。先に行け。そやけど俺は。お前は死刑囚だ。脱獄したら真っ先に殺に追われるのはお前だ。あんた、それに俺には切り札がある。さっき署長室で探してた奴のことか。ああ、これさえありゃ俺はまだ這い上がれる。さあ行け。ほなな、兄弟。兄弟。ああ。形はどうあれ、俺とあんたは同じ罪を犯した仲間、兄弟や。冴島。冴島、こっから無事出てやるべきことがあったら二人で組んでやり直そうぜ。俺とお前が組めば最強だ。東上界、いや日本の頂点だって夢じゃねえな。どうだ、いい話だろ。まさき、だからお前はこっから浜崎逃がさねえぞ、この野郎。浜崎、さあ冴島、キリュウだ。こっから出たらキリュウって男のとこへ行け。何やと、何言うとるんじゃ。おい、そいつは沖縄にいる。その男を頼れ。キリュウだぞ。いいな。浜崎、おい。何すんだ、離せよ。おい、やめろ。浜崎。
もうマメ、ちゃんと言うこと聞かないとダメだよ。ちょっとマメ、どうしたの？いつもはおとなしいのに。マメ！マメってば。起こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ私はおじさんに連絡してくるね。ちょっと。どうしたんだ、ハルカ。おじさん、おかえり。ああ、もう大丈夫なのか。うん、大丈夫みたいだよ。うん。あ、そうだ、私ちょっと町のスーパーまで行ってくるね。晩ご飯の用意しなくちゃ。ん？ああ。それじゃあ、行ってくるね。you
そうだな。断る。なんでや。あんたがどんな経緯で無所に入ったのかは知らない。だが俺に復讐の手伝いはできない。俺は今まで何度も復讐に巻き込まれてきた。だが憎しみや恨みって感情だけで復讐を果たしても後に待っているのは悲しい結末だけだ。あんたがどうしても復讐をするって言うなら、その訳を教えてくれ。事情もわからないのに手助けはできない。教えられへん、言うたら。俺はあんたを
ここで止める。答えはノーか。すまんな。俺はこの目で全てを確かめたいんじゃ。それまでは誰も信用できへん。なるほどな。どうやらあんたは俺と同じ匂いの男のようやな。俺の兄弟にもよう似とる。俺もあんたと似てる男を知ってる。安心したわ。あんた相手なら間違えて殺す心配はないようや。ああ、こっちもあんたがどこまで本気なのか確かめさせてもらうぜ。行くで。キリュウ、来い。やるやないかい。あんたもな、すごすぎるくらいだぜ。何してんの、おじさん。ねえ、何してんの、やめて、二人とも。はるか。
そうだ、ハルカ。ん？玄関先に置いてあるバッグ、その男の荷物らしい。え？そんなのあったの？さっき海辺で見つけたんだ。もしそいつが目覚めたら渡しておいてくれ。わかった。それじゃ。大丈夫なの、鈴木さん。鈴木？ああ。キリュウハンは？ああ、おじさん？おじさんなら買い出しに行ったよ。なんか鈴木さんに栄養のあるもの食べさせなきゃって。そうか。あ、そうだ。重かった。はい、これ鈴木さんのなんでしょ。おじさんが起きたら渡せって言ってた。なんか海辺でおじさんが見つけたんだって。鈴木さんのものだから渡せって。どうしたの鈴木さん、大丈夫？ああ、大丈夫や。鈴木さん？お嬢ちゃん、いや、はるかちゃんが、ほんま、いろいろありがとうな。え？おじさんは今すぐ出かけなあかんね。はるかちゃんともこれでお別れ。でも今3時過ぎだよ。おじさんには時間がないね。でもさ、鈴木さん怪我してるんだし、もっとゆっくりしていた方が。ほなな、はるかちゃん。鈴木さん。鈴木さんちゃうね。俺は冴島や。冴島大河。え、冴島さん。そや、キリュウさんにも言うといてくれ。俺は冴島やったで。あ、うん。絶対にこの恩は忘れへん。またいつか必ず会おう。そう伝えといてくれ。わかった。ほらな。あ、おじさん。ただいま。おじさん、鈴木さん、あ、違う、冴島さん帰っちゃったよ。そうか。そうかって、いいの？まだ怪我治ってなかったみたいだけど。ま、大丈夫だろう。大丈夫って、まあ。あ、おじさん、そういえば買い出しは？ああ、
やっぱりこの時間じゃ店開いてなかった。もうこれだから大人たちの考えてることは分かんないよ。